私も明治以降日本は それこそ戦争の戦争をやってきて、でアジアからすれば明らかに侵略戦争なんですね。でそういった歴史的評価をどうしているか、それと隣国の朝鮮、まあ、韓国ですね、今日韓関係では戦争によって生じた従軍慰安婦とか徴用工の問題ですね、これをどう考えているか。さっきの太平洋戦争において日本がアジアを侵略したことは揺るぎのない事実です。よく言いますよね、エセ保守みたいな人がアジアを解放した戦いだったんだって。本当にアジアを解放してたら、なんで日本はインドネシア独立させなかったんですかっていうことで FA ですよ。なんでか、資源があったからです。石油があったからです。大東亜共栄圏は建前だった。それから朝鮮の植民地支配、これも今エセ保守みたいな人が朝鮮にいいことやったんだとかって、まあ結構前から言ってますけどね。いや僕はそういう人たちに言いたいんですよ。日本が中国の植民地になってすごい税金安くなった結果、それでいいって言うんですか、あなたたちはって。絶対いいって言わないはずですよね。朝鮮植民地何が悪かったか、彼らの朝鮮の人たちの誇りと尊厳を踏みにじったからですよね。これについて徹底的に歴史教育、真摯に反省しないといけない、そういうふうに思います。あの戦争は良かった、我々はあの戦争間違ってなかった、祖先をあの戦争を非常にこう批判したら祖先の名誉を傷つけるなっていう愛国者とか自称愛国者とか保守とかっているんですけど、皆さん思いません？そもそもなんで負けた戦争を称えるんだって。勝ってるんだったらまだわかるけど、日本人が300万人も同胞を間違った戦争で殺して殺すことになった戦争を、なんで愛国者のあんたたちが褒めるの？恥ずかしくないのか。以上です。